西と東はお仏壇が違うのですか？はい、お東は黒柱になります。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光輝でございます。2019年11月の4日火曜日ですね。今ちょうど朝の5時55分朝動画でございます。昨日ありがたいことにですね、宇城市から、宇城市松葉瀬からですねご来店いただきですね、こちらの山本親方手作り国産仏壇ですね、輪島漆器の技術を生かした金箔が吹いても剥げない国産仏壇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。で、その T 様がですね、うちは東ですもんねと、お東ですねということで、じゃあ東はこちらになりますと。西の場合はですね、金柱なんですけど、東は黒柱になるんですよって、違うんですねってお客様もびっくりしてらっしゃいました。はい、西は金柱が金になります。で、本数が8本で、東はですね黒柱、こう見ていただくと黒いでしょ、黒柱で本数が2本増えます、10本ですね。それと中のこの、実はこの中にお屋根があるんですよ。本願寺のお屋根を模したですね、お屋根が東は二重屋根、西は一重屋根になります。はい、で、そういう形でですね、ですからやっぱお東の場合すいません、どうせも製造原価の関係で1割ぐらい余分になり、お値段の方が上がりますということでですね、まあ、ご了承いただきました。ですから、これはもう本当京都の本願寺を模しております。ですから西は豪華ですね、で、東はやっぱシックで格調が高い、やっぱ豊臣家の流れが西、徳川家が東ということで、やっぱそういう個性があるみたいですね。はい、で、まあそういう形でですね、あ、それとですね、ちなみにこれは金仏壇の場合ですね、茶色いお仏壇、唐木仏壇、紫檀仏壇、あと家具調仏壇、おしゃれな仏壇ですね、その場合にはもう仏壇は一緒になります。で、ご本尊だけ、もうお仏壇は同じで、ご本尊お道具はちゃんと変えると。まあそういう形となっております。ですから、よかったらばですね、買われる時にですね、お寺様の名前を教えてください。これはですね、たまにあるんですけどですね、納入した後ですね、にお東のところに西が入ってる場合は慌ててチェンジになるわけですよ。あとでバタバタしてですね。ですから、もうこれはですね、西東ってはもう分からなくて結構です。当店はお寺さんの名前で分かりますので、ですから必ずですね、お寺様の名前を控えてですね、ご来店いただければ助かります。まあ、西東、これどちらも素晴らしい宗派でございます。ですから、ちゃんとお飾りをしていきたいと思います。はい、ではここまで。この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。